はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田聡でございます。趣味でやっておりますドラクエウォークのサブチャンネル、今回もやっていこうと思います。今回はですね、昨日から登場したメガモンスター鬼コンボ、こちらのね攻略をやっていこうと思います。私のサブチャンネルではですね、あの鬼コンボ攻略3つ目の動画になりますけれど、まあいろいろとパーティーですね、内容を変えながら取り組んでおります。はい、というわけで、海賊スーパースターバトルマスターパラビンというね、パーティー構成にしております。はい、海賊のですね、プラチナウィングのヒートスライサーがいきなりですね、はい、なんつうのかな、ガードされました。はい、で、まあバトルマスターはですね、捨て身をかけて攻撃していきたいんですけれど、とりあえず最初のターンはね、はい、守りの盾をかけてですね、はい、まあちょっとね、アンコールで、スーパースターのアンコールで攻撃回数増やしましたけど、はい、守りの盾をかけて、はい、捨て身をかけていこうと思います。はい、でですね、まあパラディンは、ですね、はい、まあ最初のターン、守りの盾を、まあかけていこうかなと思います。一応ですね、スーパースターとパラディンが回復役ですが、まあスーパースターはですね、ご存知の通り、アンコールで、まあ攻撃役に回ることも、まあできることになります。はい、まあ鬼コンボですね、通行の一撃来ますので、まあ結構厄介っちゃ厄介ですね。で、まあいや、とりあえず2ターン目行きましょう。とりあえず、まあどんどん攻めていきましょう。ちょっと、まあソロ討伐ではないので、まあ どこまでね、参考になるかはわかりませんが、はい。とりあえずやっていこうと思います。バトルマスターはね、とりあえず最初のターン、ちょっと怒らなかったので、もうここは気合溜めします。炎獅子の爪を、まあ持たせておりますので、まあメラ系で、まあ結構強力な攻撃ができるんじゃないかなと思います。で、パラディンはね、回復役で聖女の子も出せておりますので、まあ全体回復、これを使ってしていきます。はい。ちょっとまあソロ討伐でなくて、もう一人の方が、まあ結構、強力なんですかね。私よりも、まあダメージ与えておられるみたいですね。はい。まあ私もあんまりまともに攻めてないんで、まあ無理もないかなと思います。はい。バトルマスターで、捨て身かかって気合溜め、そして怒りが乗った状態。結構ね、ダメージ乗るんじゃないかなと思います。はい。9300。なかなか乗りましたね。で、海賊はですね、はい、ヒートスライサーで、まあ、攻撃していこうと思います。会心で出ましたね。で、スーパースターはですね、まあ、ちょっと回復量が、まあ、足りなさそうなので、ここはもう、はい、回復していきます。パラディンと一緒に全体回復でですね、ちょっと立て直そうと思います。まあ、スーパースターはですね、まあ、こんな感じで回復役にしておくと、そうですね。まあ、回復役にもなれるし、攻撃役、アンコールで攻撃役にも、まあ、なれるというところが、まあ、使いやすいと言いますか、柔軟性が効くかなと思います。はい。はい。まあ、大体3分の2ぐらいダメージ削りましたね。はい。引き続き、どんどん攻撃していきましょう。海賊はですね、まあ、会心ガードとかありますので、まあ、そろそろ会心ガードをかけてもいいかなとは思います。で、まあ、バトルマスター、怒らなかったので、ちょっとここはね、気合痛めしていきましょう。スーパースターはですね、はい、ちょっと、まあ、やっぱり、まあ、それなりにダメージ回復しなきゃいけないので、まあ、今回も全体回復をしていこうと思います。パラディンもですね、はい、全体回復していこうと思います。まあ、こういうようにスーパースターのダンシングロッドのですね、フェアリーステップっていうのかな、この全体回復、休み無効効果がついたりするので、まあ、その点はね、ありがたいところだなと思います。おお、結構、痛恨の一撃食らうところが、まあ、助かりましたね。はい。まあ、パラディンガード入りましたけど。この鬼コンボ結構、攻撃がガードできることがよくありますね。まあ、確かにプラチナトレイの4凸とかね、つけてるので、そういうところも、ガード率がちょっと上がってる面もあるとは思うんですけれど、まあ、こっちもね、弾かれましたね。はい。で、バトルマスターは捨て身が入って、気合痛みが入って、まあ、ちょっと怒らなかったですけれど、はい。まあ、それなりにダメージが、いいダメージが乗りました。6000ですね。で、スーパースターはですね、ちょっと攻撃の方余裕、HP の方余裕がありますので、もうここは、バトルマスター、ちょっと待った。失礼。バトルマスターの方をですね、攻撃
力アップが切れそうなので、もうここはボルテージダンスで攻撃力アップ維持しておくことにします。はい。で、パラディンはですね、どうしようかな。パラディンちょっと、はい、余裕がありますので、一応、スカラの方をバトルマスターにかけていきます。もう相手の HP が少ないので、まあ、残りわずかだと思いますけど、まあ、一応ね、気を抜かないように行こうと思います。はい。はい。そうですね。スーパースターは、はい。まあ、一応ここは、はい。まあ、いいか。ちょっと、アンコールでですね、バトルマスターに攻撃させていきます。ちょっと残りわずかなので、もう、ここで、気合痛めをかけてですね、気合痛めをかけて、その後、攻撃をしていこうと思います。はい、海賊、攻撃していきます。はい、だいたい2000ぐらいですね。バトルマスター、はい、ここ、気合痛めかかった状態で、はい、攻撃していきます。まあ、倒しきれると思ったんですけど、ちょっと倒しきれなかったですね。で、これで、まあ、ここで、まあ、回復したところで、なんつうのかな、もう、とどめを、どなたかがしてくれると、助かるんですけど、とどめ刺しきれなかったですね。はい。ここで3回攻撃とか食らうと、若干やばいかもしれません。はい。はい。さらに1回攻撃来ると、やばいかもしれません。どうだろう。2回攻撃かな。あ、やっぱ3回攻撃来ましたね。まあでも、なんとか生き残りましたね。じゃあ、まあ、あとはね、多分大丈夫そうです。ここまで来たら。はい。というわけで、まあ最後若干ね、無理して攻撃したので、ヒヤヒヤしましたけど、まあなんとか誰も死なずに倒すことができました。はい、心は D ということです。はい、終わった後にですね、パーティー構成の方をですね、装備とか心構成とか改めて紹介していこうと思います。まあちょっとね、ソロ討伐でもないですし、しかも、1位でもないということで、はい。まあちょっと、私が討伐したわけではない状態なので、心苦しい状態ではありますけど、一応ね、こんな、ね、攻略も、まああっていいかなと思いますので、まあせっかくなので、動画として紹介をさせてもらいます。まあむしろですね、私が先ほど与えた2倍、さらに2倍のダメージをね、与える必要が、まああるということで、うん、まあやっぱりね、改めて参考にはならないかもしれないですが、はい、一応、ちょっとパーティー紹介の方をさせてもらいます。はい、海賊スーパースターバトルマスターパラディンというパーティーでですね、になっております。はい、ステータスがですね、最初、海賊がレベル60で、まあこんな感じで、スーパースターが、はい、こんな感じで。で、バトルマスターが、こういう感じ。で、パラディンが、こんな感じになっております。はい。まあ、これはね、参考までにということで。で、装備見ていきましょう。海賊はですね、はい、プラチナウィングで、ヒートスライサー、ギラ系の攻撃ができるようにしております。はい。まあ、プラチナトレイ4突であったりですね、あと、ギラ系の攻撃を上げるようなですね、装備しております。まあ、あと鬼コンボ悪魔系だったと思うので、一応悪魔耐性のあるルビスのですね、頭の装備をつけております。はい、次ですね、スーパースターはダンシングロッドをつけて全体回復できるようにしております。まあ、あとね、危ない水着の上下もなど、まあ、つけております。で、3人目、バトルマスターですね、炎獅子の爪で、まあ、メラ系の攻撃を打てるようにしております。で、プラチナトレイ4突ということで、まあ結構ね、ガードしてくれましたね。あと、頭の方は悪魔耐性のあるルビスの頭装備。そして、回心率の上がるルビスのね、鎧上をつけております。外科の鎧下はですね、確かメラ耐性があったので、まあ少しはね、炎のダメージ、ブレスのダメージ減らしてくれるんじゃないかなと思います。で、4人目ですね、パラディン。聖女のコンを装備させて全体回復できるようにしております。ルーンバックラ4突です。聖風の冠、あとですね、マムの装備、上下をつけております。で、まあ、戦闘に戻って心構成の方を見ていきます。海賊はですね、はい、アークデーモン、オルゴデミーラ、竜王、そして暴れ子マイムという構成にしております。まあ、レベル60ということで、まあ、コスト最大350なので、まあ、この中で、まあいろいろと調整してですね、
まあ、暴れ駒犬といったですね、低いコストの、まあ、心もつけております。はい、スーパースターもはですね、はい、悪魔神官、ボボンガー、ホークブリザード、指導という構成をしております。で、この青いところにですね、トロピカルアミーゴを入れてもいいんですけれど、結構110とですね、コストを取る割にはですね、あまり回復量が上がらないということで、まあコストに余裕があれば、このホークブリザードのところトロピカルアミーゴにしてもいいとは思うんですけど、まあ今回はちょっとね、まあコスト最大350ということで、今回はね、こういう構成にしております。バトルマスターはですね、はい、竜王、バリゲーン、メカバーン、デザートゴーストという構成に、しております。で、まあ、炎獅子のおすすめはですね、メラ系の攻撃ということで、まあ、やっぱりこの黄色で、まあ、メラ系、黄色赤のところですね、今、バリゲーンを入れているんですけれど、メラ系の攻撃力アップが望めるというとですね、今回、討伐した鬼コンボの心が、まあ、ある意味、はまりやすいのかなと思います。もちろんね、それはコストとの、まあ、兼ね合いにも、まあ、なりますけれど、まあ、ちょっとね、鬼コンボの心 S がですね、改めて手に入ったら、このね、黄色赤のところにバリゲーンに変えて入れてもいいんじゃないかなとは思います。はい。まあ、こんな感じになります。で、最後、パラディンですね。はい。指導、ボボンガー、死神貴族、グレムリンという構成に、しております。まあ当然回復役なので、まあ回復力の強い指導とボボンが、まあこちらはね、耐久性もまああります。ということですね。あと黄色の枠には死神貴族を入れて、まあこちらもね、黄色の枠の中ではですね、回復力トップかなと思います。で、残ったところにはグレムリンを入れるようにしております。一応ですね、パラディンを最後尾に配置しているのはですね、まあ、パラディンカードが出やすくすることを考えているつもりです。まあ、これについてはね、まあ、いろいろな、ね、考え方あると思いますけど、一応ね、パラディンが直接攻撃を受けるより、パラディンガードにして攻撃を受けた方がですね、確か、まあダメージ量はね、トータルとしては少なくなるということもあってですね、一応こういう形で、パラディンを一番後ろに置いております。はい。というわけで、まあ、今回ね、正直ですね、3分の2のダメージはですね、もう一人の方が与えておられたので、まあ、私がソロでも全然ないですし、私が攻略したわけでも、まあ、ないわけなんですけど、まあ、とりあえず、まあ、何らかのね、参考になればと思い、いいですね。動画の方をアップさせてもらいます。まあ、このね、パーティーで、ソロ討伐ね、の動画もね、今後載せていければとは思っております。というわけで、今回の動画以上になります。ちょっとね、参考になるかどうかわかりませんが、もし参考になれば幸いでございます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。もしよければ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。